日はですね、キャンプ第11回目でございます。いや早いですね。前回の10回目のキャンプから1週間後ですかね。まあ夏は終わっちゃいましたけれども、まだキャンプ行きたいなというところで、今回はグルキャンかな、グルキャンって言ったらいいんですかね、また青の原キャンプ場に行こうかなと思います。なのでまた深夜に出てますよ、家をね。なのでこれから朝早くやってるスーパーを探して、買い出しをして、そのまんまキャンプ場にチェックインします。では後ほど。はい、あーあの日のままの2人、江ノ島の海沿いでございます。いいですね、明け方のこの静まり返った感じね。まあこれがね、日中にもなるとね、若い男女でね、煮えくり返るわけですよ。はあ、いいな。はい、もうちょいでスーパーですね。先ほど自販機の聖地と言われる場所で、朝食を食べてきました。そちらの動画は、まあ、おそらく別の動画として軽く短めの動画で出したいと思います。ちょっとね、もう朝7時過ぎてやっぱり道が混んできましたね。ああ、天気も良すぎてタープ持ってないときついな、これテント立てるのがきついですね。ではスーパーへ。はい、スーパー着きました。このビッグはですね、4系列なのかな、ちょっとわからないですけど、朝7時からなんとオープンしているので、早くチェックインできるときは最高のスーパーですね。買い物行ってきます。はい、買い物終わりました。いや、バスブリバット、朝7時に入ったのはいいんですけど、まだね、物全然入荷されてなくて、結局ほとんど買いたいのを買えずに終わりました。だからね、逆に時間かかっちゃってますね。これ右車線だからいっか、最後のセブンかな。セブンイレブンに行ってちょっと買えなかったものを買います。全然買え、本当に買えなかったんですよ。セブン着きました。ここでつまみなり、あと昼飯ですね、買います。暑すぎる。やっと買い物終わりました。もう9時ですね。8時インの予定が1時間遅れました。キャンプ場目指します。着きました。一応ね、着いたんですけど、前来た時より圧倒的に混んでる。で、川沿いの区画サイト今確保できたんで、今から、テント立てます。朝の9時です。はい、とりあえず完成しました。あとはゆっくり物とか出していきます。まだ午前10時半なんですけど、これラッキーでしたね。あのタイミングで入れたおかげで、横のねサイトがねいっぱいなんですよ。川の横のサイトが本当タイミング良かった。この後ちょっとゆっくりして昼ご飯かな、食べます。寝ようと思ったけど暑すぎて眠れるか分かんないですね。はい、セブンイレブンで買ったすだちうどんですね。もともとスーパーでね、流水麺とかのそうめんで何かしら作ろうかなと、そうめんの具とか思ったんですけど、正解だった。暑さでね、何もする気起きないしね。こういう時はやっぱり簡単に作れて食べれるものがいいですね。いただきます。喉乾いたのでいただきます。現在午前11時半でございます。こんな早く飲むの初めてかな。
トク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 。この後ね、これを川に持ってってチャプ飲み恒例のチャプ飲みもしたいと思ってます。いただきまーす。うめえ。はい、チャプチャプしてます。そして横にはビール。はい、贅沢なひととき。やっぱね、道志川沿いでもこの辺だと川が濁ってますね。道志の森ぐらい行くとやっぱ綺麗なんですけどね。いただきます。皆さんですね、一睡もしてないので睡魔に襲われ始めてますね。私もね、ちょっと寝ようか悩んでるんですけど、寝た方がいいのかな。夜を楽しむために 1,2 時間仮眠取れたらしようかな。眠れるかな。おやすみなさい。やっぱり眠れないですね。暑くて、テントの中の方が逆に暑くて眠れなくて、ダメだ。なんだろう、この眠いのに眠れない気持ち悪さ。外でぼーっとしてます。4時前ですね。いや、結局ね、暑すぎて全くまた眠れなかったですね。これは道志の森に行った方が良かったかな、この暑さだったら。この後涼しくなってから眠くなりそうですわ。とりあえず炭と薪を買ってきたので、日が陰ってきたらもう飯作り始めようかなと思います。いやー、暑いよー。はい、晩飯の準備を今始めておりますね。晩飯は何を作るんでしょうか。里芋だー。はい、晩年芋むきのプロと言われた私ですね。早いね。里芋なんですけどね、やっぱぬめぬめして剥きづらいですね。ただ私の手にかかればこうシュッ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 、このスピードで多分できる人なかなかいないと思う。シュッ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 ね、早いでしょ。包丁セットも買ったんだ。はい、じゃあバーベキューを今から開始しちゃいます。午後5時ぐらいですかね。今日は結構作るものが多いので、ちまちま食べながらゆっくり12時ぐらいまで飲み明かしたいと思います。エリンギを買っちゃいましたね、勢いに任せて。これは醤油かな、焼いて醤油でいいですかね。とりあえず買った安めのポロポロになる、牛バラスライスですね。もう一瞬で燃えて一瞬で灰になる。いいねいいねいいね、燃えてるね。いや、脂身がすごいね。ちょっと焼肉セット売ってなかったの痛いですよね。これバラしか売ってなかったから燃える燃える。おい、じゃあいただきやす。このね、あ、なんか肉が赤いとこある気がするけど、いいや。ステーキソースだから。いただきまーす。味が薄く、塩コショウした方がいいかも。うん。うまいね。
安い肉をうまく食えるよね、キャンプって本当に。これ、恵比寿マイスター。はい、お願いします。冷えてるかな。じゃあちょっとお腹に入れたところで、今日もね、銀河高原ビール売ってなかったので、恵比寿マイスターいただきまーす。あ、だいぶキンキンですね。キンキンに冷えてやがるよ。はい、というわけで皆様乾杯。完全無視な。うん、忙しい忙しい。めっちゃ冷えてる。めっちゃ冷えてる。めっちゃ冷えてる。氷すごい買ったんで。うまー。キノコ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 いただきます。エリンギ、醤油と椎茸。エリンギタレ、あー、うまっ、うまっ。続いて椎茸もいただきます。椎茸うますぎ。うまビール、うん、この中に出て飲むと。で、椎茸とエリンギを食べた状態でビールを流し込む。あ、うん、混ぜない方がいいね。はい、いつもの生ハムチーズ巻き。生ハムチーズ巻き、チーズ生ハム巻きだろ。ゆで卵、ゆで卵やね。わい、ゆで卵好きやね。わい、ゆで卵。えら、あーやだ。映像では分かりづらいかもしれませんが、だいぶ暗くなってきましたね。日が暮れるの早くなってきましたね。今6時ぐらいなんですけどね。もう真っ暗レベルですわ。具沢山の豚汁、これを軽く、まあ、水入れてちょっと煮て、また水入れて最後に味噌入れて完成なのかなっていうところですね。